車内に忘れ物をしたお客様に寄り添い、真摯に向き合っている、上司に評価されてるけど同期に嫌われているであろう駅員さん。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうされました。はい、あ、忘れ物ですか。かしこまりました。物はカバンですね。かしこまりました。ではすぐお探ししますので。はい、そうですね。特徴とかはあったりします。はい、あ、水色でメーカーブランドは、はい、サマサタマサ。あ、かしこまりました。中身は財布とか入ってたりします。あ、財布も入ってます。はい、あとは衣類などですね。かしこまりました。身分証とかも財布に入ってたりしますよね。はい、あ、わかりました。ではですね、ちょっとこちらの方にですね、お客様のお名前とこちら住所ですね、あと身分証、名称ちょっとないので、まあ、こちらは空白でよろしいので、すいません、そちらと書いていただいてお待ちいただいてもよろしいですか。はい、あとお席どちら、どこら辺座ってたとかわかります。はい、あ、前の方でしたよね。あ、自由席で窓側とかわかります。あ、2人掛けの窓側。あ、かしこまりました。ではちょっと車内確認しますので、はい、今しばらくお待ちくださいね。はい、すいません、お待ちくださいね。もしもし、はい、あ、宅湾駅の、はい、ものなんですけども、忘れ物の確認をよろしいですか。はい、あ、はい、サマンサタバサの、はい、カバンなんですけど、中身財布など入ってるそうなんですけど、そうですね、自由席の窓側ですね、いい席です。はい、あ、はい、ありました。あ、よかったです。はい、あ、はい、あ、長いおろしで、あ、かしこまりました。ありがとうございます。でお客様にお伝えておきますので、はい、はい、お願いします。失礼いたします。お客様、忘れ物ありました。お客様の、カバンですね、サマスタバスのカバンありましたので、名古屋の方で降ろしていただけるそうなので、いや、よかったです。本当に、いや、よかったですね。本当、財布もカバンもなかったら大変ですもんね。旅行中ですよね。あ、よかった。いや、本当によかったです。車内ありましたので、取り入っていただいてもいいんですけど、着払いでも可能なんですけども、あ、すぐ必要ですよね、財布とかも。あ、だと取り入っていただければ、駅の方に連絡していただきますので。はい、すいません、お願いします。お気をつけていってらっしゃいませ。はい、また連絡しておきますのでね。はい、お願いします。忘れ物をしたというお客様に冷静な対応をする、上司と仲良くないけど同期愛がすごいであろう駅員さん。ありがとうございます。はい、どうされました。あ、忘れ物ですか。何忘れられました。はい、スマートフォンですか。かしこまりました。あれ、お客さん持ってるのは違います。いや、そうですよね。よかったですね。はい、ありがとうございました。何それ。